です。夏のテーブルで遠いどこかを見つめてました。佐藤恵子先生には残酷な人ですけど、佐藤恵子先生あの夏、細野さんにわがまま言って書いて2万マイルのネモ船長を教えてくれた恵子先生に音楽劇を作った1975年夏のことだった。あなたのことが大好きで、あなたの顔目に焼き付いて、あなたの名前何度も呼んでいても立ってもいらなかった。1975年夏のことだった。マママママレイド、ワニの目玉でブルブルブルネイビーブルの海の底から、ガリガリ鋼の潜水艦がブルブルブルネイビーブルに進んでいく。叫がれてなんてどこもないのに、裸の胸の言葉吐き出して壊してしまいたかった。壁を叩いて遠いどこかへ消えてしまいたかった夏。人ですけれど、佐藤恵子先生の冒険物語なのです。夏のテーブルで遠いどこかを見つめてました。佐藤恵子先生は残酷な人ですけれど、繰り返してあなたの名前口ずさんでいても立ってもいらなかった。1976年夏のことだった。マママママレイド、ワニの目玉でブルブルブルネイビーブルの海の底へと、ガリガリオルガンひかき鳴らしてブルブルブルネイビーブルに沈んでいく。叫がれてなんてどこもないのに、ああ